いや、紅林、これ出会った順番で行こうかな。紅林から行こうか。はい。よろしくお願いします。いや、マジで楽しみやな。ドローンガールやろ。ね、なんでそんなんしてるかとかわからよんしな。う、お勤めご苦労さん。はい。小沢。おあれい、か。無視すんじゃねえよ。はいはい。懲罰房からってことか。耳にハンバーグ詰まってんのか？はい。小沢。おう、ボケっとしやがってよ。ああ。ほれ。プリズン式の挨拶だ。俺は拳を前に出す。だからなんでてめえが上なんだよ。あ、今日だけだかんな。いや、でも優しいな。懲罰お疲れさんはと。い。ありがたとく、ぼーっとしてよ。2週間もぶち込まれちゃ、さすがのてめえもああ。参っちまうか？でも、あれやもんな。小沢も入ってたっていうか、1回目で入ってんもんな。構成プログラムから外された。あ？ああ、外されたんか。もうゲームを作れない。マジかてめえ。よう、どうだった？2週間の出張は。いや、じゃあどうしていくんやろうな、マジで。帰ったらクビになっていた。クビ？それがこいつ、まだゲーム作りてとか抜かしてて。ああ、ずいぶんお熱だったもんな。だが、懲罰に飛ばされたのだって、元はそいつのせいだろ。アダルトやったからな。罰を与えられるような作品じゃなかった。姉さんの手前、言いづれけどよ。まあ、広げはダメだろ。そやな。あの作品には芸術性があった。エロもあった。ね。変態の存在や意義を問いかけるには不可欠な要素だった。長いこと塀の中にいると、そりゃいろんなやつを見る。心底性根の腐ったようなのもいれば、思わず同情するような事情を抱えてるのもいる。外じゃ、ジッパ一からげに性犯罪者の変態と言われてるんだろうな。そこで止まっちまってる思考をお前さんの作ったゲームが動かせるんなら、そりゃ確かに意義ある作品と言える。釘谷さんは分かってくれるか。だが、プリズンって場所じゃ監視の言うことは絶対だ。丹精込めて作ったもので、そいつの出来がどんなに良かったとしても、監視の口からたった一言「罰」と言われりゃそれまでだ。まあ、確かにな。それは理不尽だ。ああ、それがプリズンって場所だ。まあ、この場所にいる時点でもうね、結構厳しいよ俺たちは。罪を犯した受刑者で、奴な。らはそれを管理する刑務官。理不尽な罰なんてここに勤めた日数より多く見てきた。昔こんなことを言ってるやつがいたよ。監獄の中に希望があるなら、それは監視の手のひらの上ってな。どういう意味すか？まあ、希望が見えても監視側のところっていう言葉通りの意味だ。ってことか。ここで見つけた希望なんて、奴らが手のひら返しただけであっけなく消えちまう。始末の悪いことには、そうやって懲役から希望を積むのが趣味ってようなのもいる。いますね。てめえヤクザかよ、見てよ。そしたら、エロがなくてもゲームを奪われていた可能性がある。それはないとは言い切れないな。審問会があったろ。前にも言ったが、ありゃ監視にとっちゃ余計な仕事だ。懲役同士の問題がなきゃやらなくて済むんだからな。問題を起こす懲役は嫌われる。難癖つけて飛ばされてた可能性は十分あるだろうな。周りへの見せしめにもなる。まあ、結構積んでた状態やねんな。仮定の話に過ぎないが、釘谷さんの言葉には現実味があった。プリズンでは監視の期限一つで全てがたやすくひっくり返る。魂を込めて作ったゲームは取り上げられ、構成プログラムを降ろされた。その要因が性表現にあったことは理解している。彼らの理屈がまるでわからないわけじゃない。しかし思うところもあった。あの審問会で俺が敗北を喫していても同じ展開になっていたのか。責任者がエロデューサーだったとして問答無用で制作中止を強いられていたのか。ああ、まかり通っていたかもしれない。そう思わせるに足るだけのことがここでは何度も起きている。金と権威による買収、俺の失墜だけを狙って計画された、審問会。まあ、金積んだらゲーム作れてたっていうかもしれへんもんな。懲罰房に落ちたとはいえ、二度と更生プログラムを受けられないわけじゃない。貧困法制に振る舞ってどこぞのクソのように尻から、永遠媚びをひり出す。そして優等受刑者に返り咲けば再びあの場に戻れるだろう。だが、そこまでやっても結局監視の手のひらの上。血をたぎらせて再びゲームを作っても、たとえ言われた通りに性表現を取り除いたとしても、連中の機嫌一つで今回の件が繰り返される。塀の中にいる限りその支配からは逃れられない。
看守と囚人絶対的な立場の差が覆えることはありえない。入った時には10年だった刑期が今では20年を超えている。入所してから今日までのわずかな時間で司法も通さず10年もの増し刑だ。俺は法には明るくないが明らかに異常なことだ。司法というのは一個人の感情による死刑を、許さないためのものでもあるはずだ。それがプリズンでは法の規定ではなく、看守の先断によって囚人に刑罰を科している。過言でも何でもなくこれは死刑だ。法の規定が守られないから俺の抱える20年という刑期すら意味のない数字に等しい。20年後には懲役100年なんてことになっていても何不思議なことはないのだ。看守にするより媚びへつらっても奴らは指先一つで俺の刑期を自由気ままに操れる。ならば俺はどうするべきか懲罰中に幾度となく考えていた。今考えても行き着く末は変わらない。そこには二文字の回答がある。おー、脱獄。なるほど、脱獄すんのか。ここから脱獄できた囚人は。小沢が瞳を見開いて即座に辺りを見回した。看守の視線は明後日の方向だ。さっきまで釘谷さんがタバコをふかしていたのが何よりの証左。どうなんだ釘谷さん。しようとしたやつならいたか。あ、その言い方的に誰も出れへんかったんか。結果は失敗した。ここから出るのは至難の技だ。なぜだと思う？でも周り海って書いてたよな。塀が高いから。そっちは、うん、俺もすか。監視が見張ってるし、そもそも武装もしてし、あと特別警備隊が強いから。結構さ、ガチガチに固められてるよな。なるほどな。うん、どっちが正解？どっちも外れだ。はん、 C だったか。選択問題じゃねえだろ答えは海だ。ああ、海、海。脱獄ってのは案外塀の外に出てからの方が肝心だ。脱獄したと知れればすぐさま指名手配で日本中に報道される。ああ、ガキの頃テレビで見たかもしんねえ。だからどこかに身を隠す必要があるんだが、このプリズンじゃそれができない。海やからか。周りが海だから。そうだ、近海は24時間見張られてるし、許可のない船舶は接岸できない、うん、泳いで逃げるのは温度と距離がありすぎる、うん、とは言っても得意なやつなら不可能じゃないだろう。だがそれも結局無意味に近い。何ですか？海流だよ。潮の流れで行き着く先が分かっちまうから、消えたと分かればそこで待ち構えてればいい。結構無理ゲーやな、これ。やっと陸にたどり着いたと思ったら即プリズンにトンボ返りすか。たまんねえな。ま、大方は海上で捕食されるのはオチだろう。海の上じゃ身の隠しようもない。海に出てからの秘策があったとしても、そもそも塀を越えること自体容易じゃない、うん、外からの協力に頼れないからな。脱獄なんてこれまで数えきれないほどのやつが考えたのが、考えれば考えるほど実感としてわかるんだ。プリズンからは逃げ出せない。実行どころか計画すら立てられねえってわけすか、うん、罪人を閉じ込めて逃がさないって意味でプリズンを鉄の処女なんて言ってたのもいる。洒落てるだろ、はい、おい周一郎、聞いたろ。てめえこれ以上刑期伸ばしたくなかったら変な気起こすんじゃねえぞ。でも脱獄しな出れへん感じはするよな。誰だって最初は処女だ。おい出ようとしてる。アルカトラズからだって、脱獄者は出た。ああそう、よく知ってるな、うん、なそのアルカトラズってのは知らない。他の知らんのかい。他の囚人が言ってたのの真似。てめえよ、知らんのかいな。多分サッカーチームだとちょっとぽいな。それほどここを出たいなら手っ取り早く出る方法を教えようか。はい、の方法あるんすか。受刑者として真面目にお勤めをする。それが一番の近道だ。なるほどね。つまり釘谷さんは真面目にお勤めしていない。俺は真面目さ。監視に黙っていろいろ調達してやってるだろ。厳しいんか。天津くんはどう思う？彼の言う通り、脱獄は容易なことではないだろう。天津くん、天津くんからもそうなんや。不可能かな。そうは思わない。ほう。人の作ったものである以上、必ずどこかに穴が生じる。天津くん希望を捨ててないな。穴か。きっと見つけられる。私は穴が大好きだから。なるほど。うん、そうだね。たとえプリズンに一辺たりとも隙がなかったとしても、人の方はそうはいかない。どうかな、どんな人にも隙は生じる。何を一人でブツブツ言ってるんですか。クレワヤシ。
出てきてたんですね、お前。はいはい。いや、紅林さ、共通の方でさ、結構なんか辺り見回したりこうやってた感じあったもんな。そこなんかな、紅林。彼女の顔を見るや否や、俺は深く頭を下げた。何ですか？頑張って作ったゲームが全て封印になってしまったらしいですね。紅林は人一倍あのゲームに入れ込んでいたのに。どの辺でそう見えました？誠にごめんなさい。煽ってる。謝ってる。謝罪の才能ないですよ、お前。世の中にはいろいろな才能があるのだと思った。ゲームを作っている紅林は楽しそうに見えた。気遣いでも配慮でもない。心からの私の思いを伝えますね。姉ちゃんどうでもいい。あんまり気を使っている。日本語が通じない人？ああ、なんか表情豊か。紅林は本当に制作中止を気にしていないようだった。ゲームに入れ込んでいたのは俺と天津くんと千里と組長とソフリンの5人だけだったらしい。天津くん入れるんか。一つ確認しに来たんです。以前の借りはあれで返したということでいいですよね。うん、こっちに借りができたくらいだ。かけ値なしにそう思う。紅林は貸しの倍以上働いてもらった。今度は俺が返さなければならないほどに。もし今後俺の手が必要なことがあったら。0720番。その怒声を聞いたとき、初めに懐かしさを覚えてしまった。ソフリンか、2週間ぶりだとそんなことにも教師を抱くものだし。戻ったか。おー、どうだ、この2週間で少しは反省したか。ちょっと関係値リセットされたよな。よっぽどあれなんかな、夕顔監視長とかに怒られたんかな。俺はすぐに頭を下げた。お、なんだ、本当に反省したのか。頑張って作ったゲームが全て封印になってしまった。あ、監視長は人一倍あのゲームに入れ込んでいたのに。無理やりやらせたんだろう。誠にごめんなさい。下げた頭のてっぺんに険しい視線を感じた。当てつけか。当てつけ。お前は構成プログラムで作ったゲームのせいで懲罰房に入れられた。あれには私が許可を出していたにもかかわらずだ。だから当てつけにそんなことを言うんだろう。いえ。嘘をつくな。私のせいだと思っていたんだろう。この2週間ずっと。ちょっと、いえ。口では何とでも言える、うん、制作のリーダーは俺です。生じた責任は全て自分のものだと思っています。優等生みたいなことを、絶望にいつもの切れ味がない。目のクマも前より深くなっている。あまり眠れていないのだ。制作中止の命は彼女にとっても睡眠に影響を及ぼすほどショックな出来事だったらしい。その時不意に天津くんの言葉が、脳裏をよぎった。どんな人にも隙は生じる。睡眠に障害を抱える人はストレスをためやすい傾向にあると聞いたことがある。その論に習うならソフリンはストレスをためやすいタイプと言える。ストレスをためやすいのはどこか精神に不安定な部分があるからだ。そういう人間には必然生じやすいものがある。つけ込めるような、つけ込もうとしてんの。反省したなら結構だ。今後も優等生で居続けろ。まあでもどっちかっていうとこう寝不足で態度がこんな感じっていうことか。好き。あ、はい。返事のつもりが思考の方が口に出てきた。お前何を急に。あ、血迷ったか。なるほど。ちょっとこのソフリンのさ、こう赤面何いいな。ちょっと浸ってるな。いえ、血迷ってるんだよ。あ、人がちょっと甘さを見せたら、好きとか。あ、お前たちはすぐそうだ。乙女誤解があるように思います。お前にな。あー、いい。ソフリンがあからさまに焦っている。うかつに漏れ出た一言だったが展開としては悪くない。いっそこの流れを利用して話を有利に運びたい。そういう身勝手な勘違いをしたやつがストーカーになり最終的にここに来る。何人も見てきたぞ。お前もその手合いだな。もう赤面の時点でさ、こう全部説得力がなくなってんのよな。てかでもさ、好きって言われてさ、こう赤面になる時点でさ、気があるってことじゃない。こう鑑賞やってる以上変態から言われることはあったと思うねんよ。でもこう周一郎からの好きに対してこの反応をしてるってことは、やっぱりその気がソフリンにはあるってことで間違いないでしょうか。そうだと言うな。どうせ自分だけは特別だとでも思ってるんだろう。自分のは違う、
これは本物、うん、誤解じゃない、うん、そんなのは相手が見えていないバカの。あ、クレバヤス、と、唐突に言葉が途切れ。監視長と、にかく罰明けしてすぐ刑務官に舐めた口を聞いたこと報告させてもらうからないやいや、節目がちに言うと、あーそっか。でもさ、クレバヤシとソフリンってなんかあるっぽい感じやったよな。ボイス収録の時もクレバヤシいいひんかったもんな。伏し目がちに言うとすぐに背を向けて去っていった。うん、何かあるな。話を有利に運ぶ以前に話そのものが途端に打ち切られてしまった。思い違いでなければクレバヤシに気づいた途端目つきが変わったように見えた。そうだ、今になって思い返せばゲーム制作中も二人が一緒にいたことはない。監視長に嫌われてる。私が？ありえませんね。ほ、そうなんだ。お前は随分嫌われているようですね。ありえませんねってこう言えるぐらいなんや。なんか誰に？文脈って知りません？シコレンコ監視長しかいないでしょ。うん。ショックな顔してるやん。え？いやそんなことないで。うん、ちゃんとね愛を受け取ってるよ。あ、ソフリン。朝食の席に座るとなぜか向かいにソフリンが立った。鋭い目つきでこちらをギロリと睨んでいる。お腹が空いているのだろうか。今日と明日の2日間私がお前の監視に当たる。はい、デジャブと思った。理由を聞いてもいいでしょうか。先日のフラチの発言を報告した。罰明け後も反省が見られないなら刑務官をつけて普段の素行から正す必要があるという判断が下った。うん、はい、私に白羽の矢が立った。あー、ごめんなさい。それはたまった仕事が片付いたと思った矢先にこれだ。ねえ、手間を取らせてるな。災難でしたね。お前が全部お前のせいなんだよ。担当公弁に数えられたくなかったら、はい、黙って飯を食っていろ。はい、言われた通り食事にありつく。戻って早々監視の目がつくことになってしまった。だが今となってはむしろ好都合かもしれない。脱獄における最大の障害は海である。クイータニさんはそう言った。では海に到達するまでの最大の障害は何か。監視に他ならないと思う。プリズンに一人の監視もいなければ塀を越えることなど察して難しくもないはずだ。監視の目、その存在が囚人の行動を強く制限している。常から目をつけられていたならば脱獄の難度は恐ろしく跳ね上がるだろう。だからこそ監視の信を得ねばならない。俺の担当刑務官には情緒の隅に隙がある。そこにつけ込む。なぜ私を見ながら食う。食事に集中しろ。はあ、周一郎はソフリンのことに対してあんまり思ってない感じすんな。なんか樋口先生にはこう好きって言ってたんやけど。はい、紅林曰くソフリンは俺を嫌っているらしい。真偽のほどは不明だが事実だとしても一概に悪いこととは言えないだろう。以前こんな言葉を耳にしたことが。人間の感情というのは大変複雑にできていて、はい、本来抱いている気持ちとは逆の発言をしてしまうことがあるんですね。はい、嫌いという言葉が好きを意味するようにもあるんです。はい、過激なストーカー犯罪で捕まった性犯罪棒の女の言葉だ。二つ名はアイスだったか。ストーカーでぶち込まれる女は後を絶たず彼女が31人目に当たるらしい。うん、なるほど。彼女の弦を借りるのならばソフリンは俺のことを好きとも言えるのかもしれない。さしばしをするな。足はこう持つんだ。はい、すいません。彼女の関係を築き上げることができれば監視の目は間違いなく緩くなる。ひいきにされて動きやすい役職につける可能性もある。それどころか。野菜を先に食え。おい、炭水化物は最後だ。血糖値が上がる。大好きやん。もうこれ好きやんな。脱獄に利用することだってできるかもしれない。20年暮らそうや。ソフリンとよ。そうか、お前ここだったな。うん、はい、何ですか。二度と来たくなかったのに。まあ嫌な思い出しかないもんな。開いてるの。ボーひネットをかけられたように飛びのくソフリン。まるでいつぞやの再現だ。あ、監視長。申し訳。顔かわいいな。一つあの日と違うところがあるとすれば。かまわん、私はここで監視しているから。うん、
安全に配慮して作業を続けろ。はい。ソフリンが意固地になって胸筋を振ろうとしなくなったことか。やはりあの事故が、相当効いているようだった。ご安全に。ご安全に。はい。ご安全に。俺もすぐさま作業に取り掛かる。よう港、懲罰暮らしで作業内容忘れちまっちゃおらんだろうな。いやー、温かく出迎えてくれるな。大丈夫です。よっしゃ行ってみ。はい。石炭掘る上出来だ。1週間分働けよ。はい。ツルハシを手に採掘作業を開始。2週間のブランクで体力こそ落ちてはいたが、散々やってきただけあって動きが体に染みついている。懲罰棒で座っているよりずっといい。ソフリンは難しい顔で採掘作業を監視していた。どこか手持ち無沙汰にも見える。何度か来たとはゆえ炭鉱での作業なんてほとんど把握できていないだろう。勝手がわからない以上、迂闊な指示もダメ出しもできない前の一件だった。つまりこの炭鉱では俺に一日の長がある。それを利用しない手はない。ゼナマン、そこ滑るぞ。お、本当だ、助かる。ここらは足場が不安定だ、気をつけろよ。はい。ソフリンに意識を奪われてここで怪我したら元も子もない。今余計な考えは捨てて作業に集中すると。ツルハシさばきが上手くなった。おかげさまでな。でもあれやな、成長してんなこっちも。作業を続けていると不意に炭鉱内の照明が落ちた。ガス。作業中止。はい、作業中止。ツルハシを置いて深く息を吐く。やはりこの2週間で体力が落ちている。本気で脱獄を考えるなら体力なんてあるだけいいのだ。鍛えておかなければいけない。おい、停電だよな。はい、停電です。大丈夫なのか。はい、正常な仕様です。ガスが一定の数値を超えるとってやつだろ、危ないんじゃないか。数値に問題がない段階で停電する仕様です。以前のように浸水でもしていない限りうろたえる必要はない。そうだったのか。はい。けどこのままじゃ作業ができないだろう。どうするんだ。ガスを散らして濃度を下げます。こうやって両手を伸ばし空を切るようにバタバタと体を動かしてみせる。からかってるのか。こう鳥みたいな感じで左右にってことか。みんなやってます。本当だ。ほう、嘘だ。からかっている。とは言ってもまるきり無意味なわけじゃない。まとまったガスを散らす効果があるし、体をほぐす意味合いもある。しかし濃度を下げたいのなら不十分もいいところだろう。濃度下げの仕事はこの状況でも動く換気用扇風機が行うことなのだが。あー、こうか。やるんや。かかったかかった。できることがなく手持ち無沙汰だったのだろう。ソフリンは身を見まねでパタパタと手を振り始めた。いいですね。そこは問題なさそうなのでこちらで。かわいいな。自然な手で、ソフリンを誘導する。頭気をつけてください。え、何するつもりな。暗闇の中、ソフリンは暗い天井にライトを向ける。絶海の炭鉱は湿度が高く、土も岩場も十分に湿り気を帯びている。土くれであればともかく、岩場は非常に滑りやすい。今ソフリンが歩いているのはまさしく岩場で、しかも微妙に傾斜がついていた。そんな場所で意識を頭上に向けていたのなら果たして何が起こるのか。お、結構動くな。滑るに決まっていた。滑ってたな。お、行った時にはもう転倒する彼女の体を支えていた。落ちるでこれ。引き足に力を込めればそのまま踏ん張れるはずが、それでは足りない。自ら足を投げ出した。もう踏ん張りは効かない。もう倒れるしか道がない。それでいい。監視長の危機を、港周一郎がとっさの判断で救った。そしてとどめとばかりに思いっきり頭を打ちつけた。え、0720番、おい無事か。おい、やった。いや、やりす。あー、助けた拍子に俺が怪我したってことをしたかったのか。勢いをつけすぎた。手先が震えて呼吸ができない。返事をしろ、聞こえているのか。0720番、しっかりしろ。意識はあるか。どうなんだ。とても痛い。
思いは言葉にならなかった。0720番、おい、ミナト、ちょっと、クソ、運び出すぞ、どうすればいい？やっと出てきたと思ったらまたこれだもんな。いやでもあれやんな、そのやろうとしたことをさ、普通に自分の体を傷つけるのをさ、パッてやるような、怖いわ。処置を終えると